だんだんどうも動画ご視聴いただきありがとうございます。今回は有機化合物命名法、置換命名法というところをやっていきたいと思います。目次で確認しましょう。今回はテキストの5番のところをやっていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。まずは少しだけ前回の復習します。有機化合物の命名法である IUPAC 命名法には、置換命名法、機関の命名法、慣用名の3つがあります。慣用名は覚えるしかありません。大事なのは上の2つです。置換命名法と機関の命名法。2本柱がありますが、より重要なのは置換命名法の方です。こちらがメインとなる命名法となります。置換命名法をメインとしつつ、サブとして機関の命名法を使うようなイメージです。今回は置換命名法の基本的な部分を解説していきたいと思います。それでは早速置換命名法について学んでいきましょう。置換命名法とは何か、前回も少し触れましたが、母体となる化合物に対して置換器を示す接頭語をくっつけるという命名法です。そして置換命名法では名前を4つのパーツに分けます。前から順に接頭語、語幹、挿入語、設備語。挿入語と設備語はまとめて語尾と呼ばれます。そして語幹、挿入語、設備語、こっからここまでを母体化合物名と言います。それぞれのパーツは何を意味するのか、まず接頭語ですが、接頭語は置換器の種類を表します。続いて語幹ですが、語幹は主器の炭素数ですね。つまり炭素が何個くっついているか、それを表します。挿入語は飽和か不飽和かを表します。 CC20 結合があるのか、30結合があるのか、それとも単結合のみなのか、それを表すのが挿入語です。設備語は特性器の種類を表します。そして必要に応じて炭素番号であったり、G やトリなどの数詞、あるいはシクロなどが付け加えられます。これが置換命名法の名前の構造です。と言ってもね、これだけ聞いても全く何のことだか意味がわからないので、これから具体的な有機化合物をたくさん見ていきたいと思います。具体例をたくさん目にする中で、置換命名法の感覚に慣れていってもらえればなと思います。それでは早速具体的な例を見ていきましょう。まず例1、こちらの分子ご覧ください。こちらの有機化合物の名前を考えていきましょう。まず主鎖に番号を振っていきます。この有機化合物はここに長い炭素の鎖があるので、端から順に 1,2,3 と番号を振っていきます。番号を振ってから4つのパーツの名称を考えていきます。まず接頭語です。この有機化合物は2番の炭素に CH3 メチル基がくっついています。したがって接頭語は2メチルとなります。続いて語幹です。語幹は先ほども言ったように主鎖の炭素数がいくつあるかを表します。例1では炭素が3つあります。炭素が3つある場合、語幹は PROP となります。この辺の細かいルールに関しては後々やっていくので、今はとにかく炭素数が3つだから語幹は PROP になるということだけ押さえておいてください。続いて挿入語です。この有機化合物には CC20 結合も CC30 結合もありません。単結合しかない場合は AN となります。この辺も細かいことは後々あるので、とにかく今は多重結合がないから AN。それだけ押さえておいてください。そして最後、設備語です。この有機化合物は炭素と水素のみで、ヒドロ基式やカルボ基式などの特性器はくっついていません。このような場合、設備語は E とします。4つのパーツの名称を考えたら、あとは並べるだけです。この有機化合物は、系統名、2メチルプロパンとなります。ただし、慣用的にイソブタンとも呼ばれます。少し戻りますが、私のテキストでは、接頭語は赤色、語幹は黒色、挿入語は緑色、設備語は青色で表現しています。色付けした方が名前が見やすくなるので、テキストにおいてはこのように色分けしてあります。例2に行きましょう。こちらの物質、名前を考えていきましょう。まずは炭素番号を振ります。端っこから順に1番、2番、3番、4番と番号を振っていきます。この有機化合物、接頭語に相当する部分はありません。したがって接頭語はなしとなります。続いて語幹ですが、炭素数が4の場合は BUT とするのがルールです。しかし、
ちょっとややこしいんですが、今回は BUTA にしてください。いきなり例外みたいなのが出てきてちょっとややこしいかなと思うんですが、まあ、とにかく本当は BUT なんだけど今回は BUTA にする。この理由も後々明らかになるので、今はとにかく BUTA なんだと思っておいてください。続いて挿入語に行きましょう。この分子は1番の炭素に二重結合がくっついている、3番の炭素に二重結合がくっついている。挿入語のルールですが、単結合しかない場合は AN、 二重結合がある場合は EN、 三重結合がある場合は YN とします。今回の物質は二重結合がくっついているので EN を使います。それに加えて1番炭素と3番炭素、この2箇所に二重結合がくっついています。したがって挿入語は13GN となります。 G というのは2を意味する数字です。1番と3番炭素に2つの二重結合があるということで 13GN となります。最後に設備語ですが、この物質も炭素と水素のみなので設備語は E となります。あとはこいつらを並べるだけです。物質名はブタ13GN となります。ただし13っていう数字を前に出して13ブタ次元としても問題ありません。もっとも個人的にはこっちのブタ13次元の方がいいかなと思います。なんでかっていうと、この13っていう数字が次元にかかってる、それが一目でわかるからですね。この辺の話も後々出てくるので少し頭の中に入れておいてください。例3に行きます。まずは炭素番号を振りましょう。この分子も置換儀はくっついていないので接頭合になる部分はありません。互換ですが、先ほどと同じように炭素が4つあります。したがって互換は BUT となります。続いて挿入語です。三重結合がくっついています。三重結合が2番目の炭素にくっついているということで挿入語は 2YN となります。そして炭素と水素のみからなる化合物なので設備語は E となります。あとは並べるだけです。この有機化合物はブタニインとなります。2を前に出して2ブチンとしても OK です。また慣用的にジメチルアセチレンとも呼ばれます。慣用名に関しては頑張って覚えるしかないので一生懸命暗記しましょう。続いて例4を見ていきましょう。まずは炭素番号を振っていきますが、ポイントはこっちの右側の炭素を1番にしてください。こんな感じで番号を振ります。このように番号を振った上でパーツの名前を考えていきましょう。まず接頭語ですが、置換儀はくっついていないので接頭語はありません。互換ですが、4つ炭素があるので BUT となります。挿入語ですが、この有機化合物は二重結合と三重結合が混在しています。二重結合は1番炭素、三重結合は3番炭素にくっついています。この場合 1EN3YN とします。1番目の炭素に二重結合があるので1EN、3番目の炭素に三重結合があるので 3YN というふうにします。そして設備語はこれまでと同じように E とします。あとは並べるだけです。この物質はブタ1塩3インと言います。なお1という数字は省略しても OK です。ここでは分かりやすくするために1も書きましたが、場合によっては省略することもあります。なお炭素番号の付け方ですが、今は右の炭素を1番として番号を振りました。しかし場合によっては赤字のように番号を振って1番の炭素に三重結合、3番の炭素に二重結合があるように番号を振ることもできます。しかしこのような番号の振り方は×です。二重結合と三重結合が混在する場合は二重結合の方が番号が小さくなるように振る、これがルールです。いずれまたこの辺もきっちりやりますが、
余裕がある人はね、今の段階でも頭の片隅に入れてもらえればいいかなと思います。続いて例5に行きましょう。例5、こちらの物質、名前を考えていきましょう。まずは番号を振ります。炭素に番号を振っていきますが、ポイントはこの三角形ありますね。これが母体だと思ってください。この母体に対して CH3 メチル基がくっついているよと、そういう風に見なしてください。メチル基の C はあくまでも置換基なので、この炭素には番号を振りません。こっから出発します。三角形の頂点、ここが1番炭素、そして2番、3番と番号をつけていきます。各パーツの名称を考えていきましょう。まず接合後ですが、1番の炭素にメチル基がくっついているということで、接合後は1メチルとなります。この1は省略しても OK ですが、ここでは分かりやすくするために省略せずに書いています。そして互換ですが、炭素が1、2、3と3つあります。炭素が3つある場合は PROP とするのがルールです。しかし今回炭素が環状になっている、輪っかになっていますね。こういう場合はさらに CYCLO をつけるのがルールです。まとめると、個数が3つなので PROP とする、そして環状なのでその前に CYCLO をつける。 CYCLO PROP、 これが互換となります。続いて挿入後ですが、多重結合はないので AN とします。そして炭素と水素のみからなるので設備後は E となります。あとはこいつを並べるだけ。この物質の名称は1メチルシクロプロパンとなります。例6の方にも行きましょう。まずは炭素に番号を振っていきますが、ポイントはこっち側、右側から出発します。ここの C が1番になるように炭素番号を振ります。各パーツの名称を考えていきましょう。まず接合後ですが、3番の炭素に CH3 メチル基がくっついています。したがって接合後は3メチルとなります。続いて互換ですが、4つの炭素があるので BUT となります。挿入後ですが、多重結合はないので AN となります。そして設備後、今回は2番の炭素に OH がくっついていますよね。 OH、 ヒドロキシがくっついている場合は設備後を OL にするというルールがあります。さらに2番の炭素にくっついているということを意味するために2オールとします。あとはこいつらを全部並べるだけで OK です。この物質の名前は3メチルブタニオールとなります。ただしこの2をちょこっと前に出して3メチル2ブタノールとしても OK です。もっとも個人的には下の方の名前が好きです。なんでかっていうと、この2っていうのがオールを修飾しているっていうのがすぐにわかるからですね。初学者にとってはなんとなくこうとっつきにくいような感じがしますけど、慣れてくるとこういった名称の方がすごく見やすくなると思います。また炭素番号についてですが、今は右側の炭素を1番と振りましたが、左端の炭素を1番とする番号の振り方もあります。左から出発して2番の炭素にメチル基がくっついている、3番の炭素にヒドロキシ基がくっついている、こういう考え方も可能です。しかしこれは×です。この下の方にも書きましたが、接合後と設備後両方に番号をつけるとき、設備後の方が小さくなるように番号を振るのがルールとなっています。番号の振り方に関するルールは後々出てきますが、この段階でもね、設備後の方が小さくする、それだけでも覚えてもらえたらいいかなと思います。次のページに行きましょう。さあ、いくつか例を見てきましたが、だんだん慣れてきたでしょうか。もう2つほど例を見ていきます。命名法を身につけるにはたくさんの具体例を見ることが大事だと思います。
数学の勉強でもそうですけど、公式だけ覚えてもダメなんですよね。公式を覚えて終わりにするんじゃなくて、例題をたくさん解いてみる。たくさん問題解いてみることで、公式が自然と身につくようになる。命名法でも同じです。単に一般論を覚えるだけじゃなくて、豊富な具体例にたくさん触れてみる。具体例をたくさん見ることで、公式の意味が理解できるようになる。このテキストは100ページくらいのボリュームがありますけど、単に一般論を書いて終わりだけじゃなくて、豊富な具体例をたくさん載っけてあります。多くの例に触れてみることが、命名法を習得するための近道かなと思います。はい、話はそれましたが、例7を見ていきましょう。だんだんとね、複雑そうな物質になってきましたね。ただ、複雑そうに見えても、ルールは同じです。頑張ってやっていきましょう。難しそうに見えますが、ここに注目してください。アルデヒド基がありますね。まあ、一般にはホルミール基とも呼ばれますが。アルデヒド基があるということは、この物質はアルデヒドなんだな、ということがわかります。そして、ここに炭素がありますね。この炭素を1番としてナンバリングしていきます。番号を振ったので、これから各パーツの名称を考えていきましょう。まず接頭語ですが、2番目の炭素にメチル基、さらに4番目の炭素にもメチル基がくっついています。メチル基がくっついているので、メチルが当然出てきますが、今回はさらに2番目と4番目の炭素に合計で2つのメチル基がある。ということで、24ジメチルとします。ジっていうのは2を意味する数字です。続いて五環です。五環ですが、炭素が全部で5つあります。5つある場合は、PENT にする。これがルールです。今はとにかく炭素数が5だから、PENT にする。それだけ押さえてもらえばいいです。そして挿入後ですが、ここに CC20 結合があります。あ、こっちは考えなくていいですからね。こっちは考えなくていいですからね。挿入後で注意するのはあくまでも炭素間の二重結合、三重結合だけですから。こういう風に酸素とかは、考えなくていいです。あくまでも炭素同士の二重結合、三重結合だけを考えます。この物質で言えば、3番の炭素に二重結合がくっついている。ということで、挿入後は 3EN となります。そして最後、設備後ですが、アルデヒド基がくっついていますね。アルデヒドの場合、設備後は AL にするというルールがあります。一番炭素がアルデヒド基となっているので、設備後は 1AL となります。ただし、この1は省略しても OK です。4つのパーツを並べてみましょう。並べると、24ジメチルペンタ3円 1R となります。これがこの物質の名称です。ただし、1を省略したり、あるいは3を前の方に出して、24ジメチル3ペンタナールとしても OK です。複雑そうな物質に見えても、ルールは今までと同じです。次は最後です。頑張っていきましょう。例8。この物質の名称を考えてみたいと思います。この物質もすごく複雑そうに見えますが、ここに注目してください。COOH がありますね。ということで、この物質はカルボン酸であることがわかります。ここの炭素、カルボン酸の炭素、この炭素を1番になるようにナンバリングしていきます。各パーツの名称を考えていきましょう。まず、接頭語ですが、2番の炭素に BR、ブロモ基がくっついていますね。というわけで、接頭語は2ブロモとします。続いて五環ですが、これは例7と同じです。炭素数が5なので、五環は PENT となります。挿入後ですが、3番の炭素に三重結合があります。したがって、挿入後は 3YN となります。最後に設備後ですが、カルボン酸がありますね。カルボン酸の語尾は、オイックアシッドにするのがルールです。そして、1番の炭素にカルボン酸がくっついているということで、1オイックアシッドとします。あとは、この4つを並べるだけです。物質名は、2ブロモペンタ3イン1酸となります。オイックアシッドの部分は、
日本語では酸と訳すことに注意してください。もちろん1番を省略したり、あるいはこの酸という数字を前に出して2ブロモ酸ペンタノイックアシッドとしても OK です。ただ先ほどもちらっと言いましたが、できればこの数字は前に出さない方が個人的には好きです。というのも複雑になってくると、こうやって2とか3とか1とかたくさんの数字が出てくるんですよね。たくさん数字がある中で下手にこうやって数字を前に出しちゃうと、この3が果たして何を修飾しているのかがね、いまいちこう分からなくなるんですよね。いや、もちろん考えれば分かるんですけど、パッと見でちょっと分かりづらくなる。分かりづらくなるのが嫌なので、私個人としては下の方の書き方、こっちの方の書き方が個人的には好きですね。この辺の話は次ページにある参考でも述べています。今日は痴漢命名法をやっていきましたが、なんとなくその感覚が分かってきたら、こちらの参考の方もぜひ一読いただければいいかなと思います。はい、というわけで今日は痴漢命名法について学んできました。今回はあくまでも痴漢命名法それ自体に慣れてもらうことが目的でした。次回以降、この4つのパーツがどのようなルールに従って決まるのか、それを学んでいきたいと思います。はい、というわけで今回の動画は以上で終わりとなります。最後までご視聴ありがとうございました。